ックに、はい、スーツケース拭かせていただきますので、そのままドアに置いていただいて、はい、あ、わかりました、はい、自転車借ります。行きましょう。モリモリです。モリモリ待ってる人がモリモリ。マジ人が多すぎてめっちゃ溢れてる。ほらほら。あちこちあちこちで。入りました。すごい、メニューは日本語、英語、中国語、簡体字、繁体字、韓国語いっぱいあります。すごい、さすが有名店。これ何？うまそう。1個でいいじゃん。すげえ、これホタルイ黒、黒何？黒作り。軍艦、君何が食べたい？あ、カニ味噌いいかも。2つ、うん。すごい、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 このお肉の量。すごい、うまい、うまい。洗顔の CM みたいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今はちょっとお風呂、風呂行きます。自転車で満天の湯に。スーパー銭湯みたいなところに。どのくらい？はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、満天の湯風呂入りましょう。楽しみだね。マッサージチェアとかいろいろがあるみたい。なんか中は取れないけど。行きましょう。上がりました。終わりでね。なかなか良かったです。あ、私ハーブのも入って3段。で、普通の3段も入って。結構早く全部1回回った。すごい。なんか全部入りたいから。お疲れ様でした。最高のお風呂良かったです。おすすめです。おはようございます。ありがとうございます。2日目、相変わらず暑い。今は近江町市場に行きます。宿に徒歩4分くらいで近いから、ちょっと歩いて行きます。じゃあ行きましょう。
する？マスクしても感じる。あ、本当の氷だ。冷た。あ、ここおでんだ、おでん。すごいね。本当だ。はい、どうぞ。2名様、ご注文どうぞ。岩かきを2つ。天を2個。はい。と、ウニを1つ。ウニを1個。はい。はい、見て見て、でかっ。うん、うまい。うまい。クリーミー。なんかスペースがない。わかる。満たされた。満たされた。全部満たされた。食べた。うーんって感じ。じゃあまた何名様？そうです。5名。じゃあ5名様、そちらの方で。お願いします。よいしょ。クリーミーさん、じゃあちょっと狭いんじゃないかな。ここでちょっとケットして食べよう。うまい。うまい。クリーミー。溺れる。うーん。すいません。プリンみたい。臭みがない、めちゃくちゃ甘いやつ。デカとキュウリ。キュウリとは見えない。甘くりかぼちゃ。このシールが貼ってるだけですごく高級そうな感じ。花火もあるみたい。果物もたくさん。みずみずしい、おいしい、サクパリ食感。最初は通ります。この1階のところは昆布コーナー。なぜかここの昆布絶対うまいと信じてる。市場だから。どうしよう。なんか出汁を作る昆布が買いたい。あ、でもこれ北海道産か。まあいいか。結構量ある。これにしようか。これと、うん、これ鰹節。へいへい。昆布と鰹節。お土産。お土産じゃない、自分用です。家用です。トロピカルピンクを一つ引いてきた。グレーをグルーとグレーって感じ。なんかフルーティー。あー、なんかビールっぽくないね。炭酸なんていうかジュース、ソーダみたいな。美味しい。飲みやすい。普通の缶ビールより全然飲みやすい。麦よりフルーツの。すごい色だよね。あー、何味だろう。かなり爽やか。酸味、レモン。レモン、レモンかな。確かにこれもフルーティー。全然ビールって言われないと分かんないかもね。え、あ、これなんかラムネの匂いする。そう。あ、な、え、え、カットカット。食べました。タコみたいに赤くなってる。やばいね。日系プラスワンランキング加賀梅酒。お土産買います。買います。紅茶のお酒いいな。フラワーフォーチャン。ジン、クラフトジン。めっちゃおしゃれ。パッケージ面白い。化粧品みたいな。確かに。でっか。出てこれでっか。私持ってないかも。こんな、こうする。こうする。お父さん、お父さん、これ持ってきたぞ。お土産のお百景です。
ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえず東茶屋到着。東茶屋に到着しました。ブラブラしようと思って、はい、特に目的が決めてない。なんかデザートとか甘いものが食べたい。食べたい。行きましょう。じゃあ行ってみよう。うん、ゴー、うん、なんかお店全部かわいい。お店全部かわいい、ね、この町京都っぽくない？売り切れのものございまして、パインと栗とメロンが売り切れになります。ありがとうございます。ああ、もちもち。どうかな。こ、でかい。噛んだ瞬間、スリガのジュースがジュワーって。ここもちもちうまい。ここのあんが上品な甘さ、うまくミックス、なんていうか、みかんの甘さも感じるし、あんの優しい甘さも感じるし、喧嘩しない。大福もふんふん。いただきます。あ、うまい。おいしい。まず貝が買ったかこれなんか、はい、だし金沢何々だし、いしるだし、めっちゃいい匂い、うん、あーうまい、うまい、うまい。あ、夏にいいかも。めちゃ汗かいたから。東茶屋を結構一周回りました。で、ちょっと今5時14分宿に戻ろうと思って。疲れました。満喫しました。おでん屋さん、みゆき本店、お盆休み中でした。そうね。でも見て、おでん調べたらこんないっぱい。おでんエリア、さすがおでん有名な金沢。じゃあ違うお店行こう。違うお店行こうか。紆余曲折ありまして、おでんは開けられました。全然進まないから、うん、ちょっとお盆シーズンとどんかぶりなので、お盆におでん食べれない悲しい。ということでラーメンを食べに来ました。乾杯。乾杯。疲れた。しみる。夏の湯到着しました。はい、どうどうでした？よかったんです。気持ちよかった。めちゃ高温のサウナ最高だったね。100度ぐらいの熱々サウナ。てか100度で人間まだ大丈夫か？美味しくなっちゃう、うん、そうそう、人間のお肉を蒸してるじゃん。100度まだ大丈夫か？じゃあ、宿に戻ろう。
今朝の11時、昨日おでんが食べれなかったから今日もう一度おでんをリベンジしようと思って朝行った方が空いてるかなって。今回はちょっとおでんとご縁がないようですので全然食べれない悲しい。暑い暑いぜー歩いて兼六園まで行きたいと思います。あっちの方です。多分あっちの方美術館だっちよ。めっちゃ綺麗、すごく立派な城です。夏も綺麗だけど、なんか初席で余裕がない。兼六園入り口めチケット買いました。行きましょう。入園しよう。ここさ全部俺の天下だ。風も来たぞ。炎の前髪が今ぐちゃぐちゃになってます。どうもどうも。はぁはぁはぁ、炎のほっぺさん。死刑だ死刑。どうも。死刑だー、こいつ早く。どうも。早く。どうも、前髪。いいから、炎暑いから進もう。はい。かなり広いな。ね。金運勝負、恋愛とかいろいろ入れるじゃん、多分。おお、すぐ出た、すごい。一瞬でびっくりした。しかも正気。可愛くない？可愛い。すごい。正気、ありがとうございました。人数制限でプールの下の方は行けないみたい。もうこの人見られるって分かんない。誰もいないです。誰がそっちに行かない。じゃあ俺行く。うん、そっち行ってみ。ハロー。聞こえますか？聞こえますか？聞こえます。あ、聞こえるわ、すごい。片付けるよ。はい。ご飯何にします？どうしよう、カツカレーにしますか？いいよ。すげえ。あそこから喋ってる。で、ここに聞こえると。
たん。おいしそう。いただきます。真ん中のテーブル入ってもらえますか。はい。わお。うまい。うん。濃厚系？濃厚。ちょっと。うま。うん、濃い。金沢 B 級取るね。新幹線で東京へ戻ります。金沢またね。はい、金沢お世話になりました。楽しかったです。この3日間暑かったけど楽しかったです。いただきます。寒い時に来ておでんを食べたいと思います。バイバイ金沢。Yeah.